ボートレースはタイムを競う競技ではありませんが、全国24条には歴代コースレコードが存在し、その中で史上最速記録を11年保持し続けるレーサーがいます。それはきっと皆さんもご存知のスピードスター馬場義也選手です。2022年グランプリファイナリストとして戦い、史上11人目のゴールデンレーサーの称号を獲得。年間を通し最も活躍した実績を称えられ、2022年最優秀選手賞を受賞された記憶も新しいですよね。そんな馬場選手の魅力を今回は単独でたくさんのエピソードを添えて解説していきます。馬場選手は1984年3月26日に京都府で生まれ、93期として滋賀支部に所属する選手です。中学3年生の時に母親からこんな仕事もあるよと新聞に掲載された競艇選手募集の広告を渡されるも、当時はカート競技に興味があった馬場選手。それでも高校へ進学後、漫画「モンキーターン」を読んで競艇選手に興味が湧いたそうです。その後の2000年1月、地元の琵琶湖競艇場で開催された G1 第14回新鋭王座決定戦競争の最終日に初めてレース観戦に訪れますが、本場へ足を踏み入れた瞬間に聞こえたエンジン音と迫力あるレースに一気に魅了され、自分も絶対やりたいと競艇選手を志したそうです。実はこの新鋭王座決定戦競争の優勝戦1号艇に乗艇していたのは兄弟子である森田俊介選手。その後馬場選手はペアボート体験にも参加しますが、ペアボートを操縦していたのも森田選手だったそうです。馬場選手にとって森田選手は特別な存在なんだろうなと感じますよね。森田選手が操縦するペアボートでは容赦ないスピードターンを体験させられたそうで、馬場選手はめちゃくちゃ怖かったという高校生らしいエピソードも添えられていました。2003年11月に三国競艇場でデビューした馬場選手は、これまで SG 3冠、G1 5冠を含め通算では55回の優勝実績を収めています。自らを大器晩成型と謙遜しながら評価する馬場選手は、グレード戦での8冠を直近5年の間に獲得されています。若い頃からスピードレースを得意としていますが、いいところまでは行くも勝ちきれない勝負弱さに悩む時期も長かったようです。そんな馬場選手が自分のレーサー人生を大きく変えたと語るのは、2018年11月にボートレース芦屋で開催された SG 第21回チャレンジカップでの優勝。初めて SG を優勝したことで、こんな自分でもできるんだ、気持ちの面で1段も2段も成長したと話す馬場選手。この優勝の背景として、2018年7月に滋賀支部の支部長に就任したことや、10月にボートレース蒲郡で森田選手が2回目の SG ダービー王に輝いたことが自分の力になった要因とも添えられていました。馬場選手といえば男性らしいおひげとキリッとした顔立ちが素敵ですが、意外に涙もろい一面もありますよね。ボートレースが大好きな私は好きな選手もたくさんいますが、実はその中でも馬場選手が大大大好きなんです。そんな私が見てきた馬場選手の涙でとても印象的だったのは、2019年1月にボートレース琵琶湖で開催された新春滋賀県知事杯争奪戦。恒例の地元正月戦でオール連帯の成績で優勝した馬場選手ですが、琵琶湖での優勝は3年10ヶ月ぶりという久しぶりの快挙でした。優勝者インタビューでは、2017年1月の同じ地元正月戦で整備規定違反のため即刻帰郷し、1年間琵琶湖を走ることができなかったことに触れ、こらえきれず涙が溢れてしまった馬場選手。琵琶湖に育ててもらって SG を取ることができた、優勝することで恩返しがしたかったと涙の理由を語られていました。やっぱり選手にとっての地元水面は特別な思いがあるんですね。馬場選手が琵琶湖で涙する優勝はこの後も続きます。グレード戦を SG から先に優勝している馬場選手ですが、念願の G1 初タイトルを獲得したのも、2020年8月にボートレース琵琶湖で開催された開設68周年記念 G1 琵琶湖大賞でした。 G1 タイトルも欲しい、そのタイトルの中で一番取りたいと思っていた地元水面での優勝。ゴールの瞬間に右手でガッツポーズし、ピットに戻ってきた時には馬場選手の目は赤く潤んでいました。
2周目のホームストレッチですでに涙しながら走っていたそうです。この時はコロナ禍であり無観客開催でしたので、私は船券を馬場全然だけ買ってライブ観戦していました。馬場選手らしい5コースからのまくり出しが決まった時には、やっと取れた、やったーと私も嬉し泣きしちゃいました。でもゴールでガッツポーズの時、右手をハンドルから離した際にバランスを崩した馬場選手、ひゃっと悲鳴が出てしまったのもいい思い出です。スピードスターの代名詞を持つ馬場選手は、出口でへさきを浮かせたまま加速するウィリーターンを武器とし、ターンスピードの速さで2012年に1分42秒2の日本最速記録を樹立しています。その記録を残したレースは、2012年1月に琵琶湖競艇場で開催された近江戦国絵巻シリーズ第9戦風雲安土城決戦の優勝戦。1号艇は大阪支部の吉永則夫選手、馬場選手は2号艇に乗艇しますが、実はこの2人、2010年11月に津競艇場で同日に1分42秒6の日本最速同タイムを出しているんですよね。その2人が並ぶ優勝戦はコースレコードにも注目が集まりましたが、1周1マークでターンが膨らんでしまった吉永選手を2コースから刺した馬場選手、一等を走ればタイムは出ると確信する気象条件を裏付けに、刺した瞬間にタイムアタックへと気持ちを切り替えたそうです。一周1マークからミスのない旋回に集中するため、多分ゴールするまで息しなかったんちゃうかなと、ずっと呼吸を止めて走っていたエピソードを添えられていました。神経を全集中して樹立した1分42秒2のタイムは、プロペラやモーターの変更に伴い今後誰も塗り替えることのできない記録といって間違いないでしょう。ちなみになんですが、私トーク番組の質問コーナーで最速男の馬場選手に足は速いんですかと質問したことがあるんです。回答は、足は遅いです、走るのは苦手ですと恥ずかしそうに笑顔で答えてくださいました。予想とは違った回答だけに意外な一面を知ることができて嬉しかったです。支部長と声援も上がるほど、滋賀支部支部長の認識はファンの間にも広がり、個性豊かな選手が集まる滋賀支部をまとめる人格は、レース場で関わる選手や記者の間でも人当たりがいい、謙虚で実直な性格と評判が高い馬場選手。その人柄ゆえに馬場選手には若い頃から弟子がつき、5期下ではありますが、年齢は一つしか変わらない高山聡選手が一人目の弟子となります。その後の111期の木村正樹選手と121期養成所チャンプの澤田直也選手も馬場選手へ指導を仰ぐ弟子となり、少数精鋭の滋賀支部の中では弟子が多い選手の一人でもあります。その3人の弟子の中でも一番年が離れている澤田選手には、最初からかなりしっかりと教えてきたと話し、澤田選手がまだ B1 として奮起している時にもすでに、あの子は絶対強くなるとインタビューで馬場選手が澤田選手を激推しする場面を見る機会が何度かありました。そんな澤田選手が馬場選手に指導を仰ぎたいと感じたのは、デビューして間もなくボートレース三国で圧戦が一緒になった時だったそうです。ハイレベルなスピードターンを目の当たりにしたことが大きなきっかけのようですが、合わせて馬場選手の謙虚で真面目な人柄にも触れ、こんな人になりたいと、選手としてだけではなく人間性にも憧れを抱いたそうです。私自身、2人が一緒に圧戦されたレースを本場で何度か観戦していますが、一緒に足合わせをしたり、ピットでは馬場選手がボートに乗って上底姿勢を澤田選手に見せながら指導する姿を見る機会がありました。そんな2人が師弟の壁を越えて戦ったレースの中で、特に印象深いのは2022年1月にボートレース琵琶湖で開催された新春滋賀県知事杯争奪戦。優勝戦では1号艇に馬場選手、澤田選手は3号艇に上艇されていましたが、2号艇の深井選手がへこんだスタートとなり、トップスタートを放った澤田選手が馬場選手の懐へまくり差しのハンドルを入れます。どうなるんだろうと息を呑む一瞬でしたが、手先をねじ込もうとする澤田選手を振り切った馬場選手に軍配が上がりました。このレースを見ていて、師弟だからこその瞬間を感じたのが、一周1マークでのターンが馬場選手と澤田選手の2人だけ完全にシンクロしていたんですよね。初動を切る瞬間、モンキーに構える瞬間、船を返す姿がそっくりで、澤田選手がどれだけ馬場選手に憧れ背中を追いかけているのかがよくわかりました。
丸の和樹選手も乗り方が馬場さんそっくりとびっくりされるほどで、馬場さんみたいなウィリーができるようになって馬場さんを超えたいと話す澤田選手に、馬場選手は超えてもらわないと困ると期待を込めた言葉を返しています。2021年11月から A1 を維持し続ける澤田選手は、2022年と2023年の2年連続でトップルーキーに選出されています。トップルーキーはグレード戦への斡旋が優遇されることもあり、現在はグレード戦優出を目標に切磋琢磨している澤田選手、成長される姿をこれからも楽しみにしています。最後に馬場選手のプライベートも少しですがご紹介します。2012年にめっちゃ美しいとこちらも引き込まれてしまうくらいに美人な奥様と結婚された馬場選手は、現在小学生の男の子2人と2021年に生まれたばかりの女の子1人の5人家族です。家族と過ごすことが大好きと語る馬場選手は、限られたお休みにも積極的に洗い物や洗濯などの家事を手伝われるそうです。そしてまだ小さい末っ子の女の子には自他ともに認める溺愛っぷり、何しても可愛いんです、ベタベタしているのが癒しと嬉しそうに話す馬場選手ですが、奥様からは上の子たちと対応が全然ちゃうやんと突っ込まれるそうです。2022年の活躍は末っ子ちゃんの可愛さが強さの後押しになっていたのかもしれませんね。2023年もさらなる活躍に期待しています。今回はトップレーサーの一人である馬場義也選手の魅力をたっぷり詰め込んでご紹介しました。限られた時間の中でご紹介しきれない魅力もまだまだたくさんあるのですが、また別の動画でお伝えしていけたら嬉しく思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。